just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Look at that. Oh my. JB トップ50参戦記京也のターン。いや今俺気抜いてたんですよ。今も気抜いちゃダメだな。なんか今日気が抜けてんなとたまに。今一回手前探ったし、まあ一応投げてみるかみたいな感じだったんですよ。これで釣るって感じじゃなくて、やばい今日気抜けてる。ダメだ、集中しないと。真夏の日中のハードワーク、無理もないのだが。ああマジか、あいつかけちゃったから明日とかも釣れねえだろ。一等ちゃったな。風裏の濁ってない、明らかに椅子を残しないと。昨日もそうっすけど、さっきから俺アメリカのタイミングで合わせちゃってんすよね。多分もっと日本でやってた時はもっと待ってたと思うんすけど、体がアメリカのタイミングになって。食ってドンぐらいけど、吸い込みが甘いとそれじゃしっかりかかんないのか。今から5回チャンス食うから、せいぜいあと2回の気がする。いやでも残されたチャンスはちゃんと取らないと。2本でも別にいいの。明らかに風裏で水のいいところ、ここら辺濁った。風裏まで、さっきバラしたバスは白っぽくない緑のバスだったんだよ。なんか変更体って感じ。丸っこかった。反応のあったエリアの情報を整理する。よし、起動。10時までに2バイトまあまあいいんだけど、撮ってたら最高の展開だったな今日。バスいれば来るんだけどな、どこにバスいんだろう。川行こうかな。一瞬の庭が行って川行こう。まあ冷静に考えればまだ10時40分。まだ3時間ちょいしか。今日は時間が長く感じるなるか。今日はこっち側が風が。昨日風元だったからプレッシャーかかってないと思う。試合のプレッシャーが少ないエリア。
あ、パスだ。うわ、ミスった。くそ、気づかなかった。逃げちゃったのかな、今の。簡単なやつじゃなさそうだった。なんか動いてから気づいたんですよね。見えないな。見えるか見えないかぐらいのとこに。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ、見えてる。ちっちゃいけど今日は嬉しい。よっしゃ。神様に試されてるな、今日は。こっからどんだけできますか。よかった、見えたやつも。またしくじったかと思った。ついに1本目。なんか今黒っぽくて、バスがすごい黒かったから、俺灰色のバスをイメージしてたから、なんか黒いのはボトムにくっついてるなと思って、魚に見えなかったんですよ。ここいっぱい物が沈んでて、したら動いたから、やべっ、このほんと見えるか見えないかぐらいのボトムにいて、で今食ったけど俺見えてなかったです、バス、うん、そこら辺にいるだろうなと思ってピュッて投げたら、よかった。よし、まだペース的には昨日と同じぐらいだからな、今まだこの時間の時点では昨日みたいに連発するかもしれないし、とりあえず3つ釣れば多分明日に繋がると思うんですよ。1位ではないけど、この天気なら多分小森さんとか釣ると思うんですけど、まあ3つ釣れば、3キロぐらい釣れば多分繋がるから、それですね。いや、今のファイト緊張した。2ミスからのファイトとかってめっちゃ緊張するんですよね。またやっちまうんじゃねえかっていうのが脳裏に浮かんできて。なんか風止まったっすね。やっぱ今日は朝一に行ったところは魚濃いと思うんで、風が吹いてたら嫌だなと思ったけど、この天気なら次そっちに行こう。あそこは明らかに魚濃い。さっきのも見えてバスいるところに最初投げたのに食わなかったじゃないですか、うん、もう一回投げて一撃、なんか気づいてないのか何なのか分かんないけど、シビアっすよ。目まぐるしく変わる状況の中、条件のいいエリアを探して外名坂浦を巡る。勘違いだね。怪しいから合わせただけで、あ、糸はスーッて言った気がしたけど、気がしただけだったらしい。うわ、これ取れなそうだ。よいしょ。うわ、帽子が引っかかって、帽子が引っかかって、痛いな。
いやでもマジ怪しいな。ワームなくなってる。怪しいってか食ったな多分。あ、やばい。どうしよう。多分食ったっすね。ワームなくなってるとありえないもんな。あんな合わせただけで。まあ、わからんすけど。ワーム。ダメだ。風吹いちゃって。明確にその、なんか浅くなってるぐらいから色変わってますね。そこあれして。今いいエリアはどこだ。サブサブしすぎ。水がいいね。超美味しそうだ。立ち利根川へ。あれちょっと動くといいなって思って、サイトはできます。あ、待って、食ったの。今食い込むのって多分バスだったと思うけど、確かなんか勢いよく飛びついてきて、うわー、バスだったと思うけどな、わかんない、何ですかな、勢いよく飛びついてきて食い込まなかったっていうか、なんかミスバイトしない。めっちゃ元気なやつだったっすね。バスだったらさ、ちょっと待って、やばかったんだ。元気なやつだったから、食った後どっか行っちゃった。でも、わかんない。生地かもしれないよ。瞬間ですよ。ほぐして入れてるときに、ちょこんってきたんですけど。生地かも。何ずに通してきたか。バスだって食い込む気がするし。何ずに。うん。うせろ。待って。待って。うわ、最悪。思ってね。出会ってしまった。なんか泳いでた。うわ、マジで思ってない。今遠くからやってたら普通に見えてたの。そんなでかくなったけど、しかも目の前に投げた食うほど甘いやつじゃなかった。一応ルアーは入ったんですけど、気づかれてたから逃げてた。7800ぐらい競争に浮いてましたね。うーん、寝かかってなければとか思いますね。でも、ゲンって感じで逃げなかったから、ここら辺にいる気がするんですけど。マジか。チャンスの言葉とかいますし。
俺が想像してるポジションとちょっと違うところに泳いでた。そこの普通に、なんかど真ん中ら辺を泳いでたんですよ。まずいですね。釣れなすぎます。まあ全体的にウェイトは落ちてるはずだと思うんですけど、3本ぐらい釣ってる人はいるだろうな。そこで私が3本釣ったらよかったのに。まあまだ終わってないけど。全然足際で食わないですね、今日。何もない。どうしようもない。どうしたらいいんだ。再び外の坂浦。期待していたエリアも引き波に揉まれていた。もしかしたら明日朝一に来ればやってないかもしれないですね。ジェットそれにかけようかな。よし、箱へ行こうかな。帰着時間が迫る中、初日に反応があった北浦のエリアにかける。なんか濁ってんぞ。変な水が流れ込んでるぞ。とても微妙。まあ作戦失敗かもしれない。しょうがないけど。予選2日目終了。中田圭太郎選手3840g、 外から100マイナスしてください。はい、ビッグフィッシュ更新しました。中田選手1匹 1788g、 ただいまの暫定ビッグフィッシュは 1788g です。エジー・ユーマ選手は本日リミットメイクですね。初のリミットメイクです。エジー選手5匹 4290g、 2人目のリミットメイクです。小林明人選手のウェイト 3555g、 藤田香谷選手1匹です 832g。予選2日目はリミットメイクした江尻優真選手がトップ。暫定ビッグフィッシュを持ち込んだ中田圭太郎選手、小林明人選手へと続く。藤田京也は1本 832g で29位。予選トータルウェイトは江尻優真選手がトップ通過。そして小森、黒田各選手が続く。藤田京也は8位通過。トップとのウェイト差は 2734g。 今日やっぱ2本ミスってしまったのがかなりでかい2本でしたね。1位との差が今 2700g だったんで、まあもったいないです。まあもったいないっていうかちょっと運がなかったかなっていう。あのパワーフィニッシュでかけた方もあんなになったこと今までなかったし、あの脱ぎ差し、あのワームがパワーフィニッシュで普通にかかってたら多分バレてなかったし、チャンスはそれなりにもしかしたらあったのかもしれないですね。周りの釣果を見る限りは。
まあでもしょうがないんで、まあ、でも 2700g 差なので明日まあ相当釣れないと思うんで、今日より多分魚いないはずだから、まあ4キロ釣ればかなり可能性ある。もしかしたら3500とか3キロちょっとぐらいでもまあ可能性はあるっす。ゼロっていうパターンも結構あると思う、上位の人が。まあ、何にせよ2700を超えないと希望も持てないので、そこを目指して頑張ります。最終日、決勝戦。決勝は予選上位30名で行われる。6時30分スタート。スタートは予選の成績順、8番フライト。まずは下流ですね。てかみんな上流行くの釣ってるし、やっぱエジー君とか上でやってんのか。小森さんも上なのか。みんな上行った、まあ、プレッシャー測ってないから今日釣れるかもしれない。その下行きますか。通り、まだジェットスキーの影響はない。フィネスとパワーフィネスを使い分け、足際のカバーを打っていく。
取りきれなかった魚の濃いエリア。今日はどうだ。藤田恭也は時折ゾーンに入るという表現を口にする。この日まるでカメラの存在すら忘れたように集中して釣る姿はおそらくそれに近い状態。我々は今藤田恭也の強さの一端を目撃しているのではないだろうか。念願の1本目を手にした後、ラインシステムを組み直す。試合中であっても、驚くほど時間をかけて丁寧に作り直す。セッティングに決して手を抜かない。これも彼の特徴だ。およそ5分をかけてリギング終了。リスタート。お、いた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 。マジ反応しない。マジか、反応しない。
マジか、見切った。あ、やばい、見切られた。いや、天才だわこいつ。マジで頭いい、全然反応しない。なんかあるかな。うわ、嫌がった。最悪逃げ出しちゃった。でもしょうがないな、こいつ食わねえやつ。こっち来た。俺のシェードに入ってきた。もう見えないな。しょうがないな。アプローチミスったわけじゃない。1キロぐらい。なんかね、多分ここにいるんですよ。でもちょっと反応してたんだよな、サイコロにしたら。行っちゃったかな。ここ見えないんですよね。決勝のこの日は強烈な猛暑。上がり続ける気温と照りつける太陽は、人も魚も最悪のコンディション。なんで走れんだよ。なんで今ちゃんと合わせたのに俺。なんでだ。やっぱ食い浅いのかな。なんで走れんだよ。しょうがないっすね。ちょっと待って、あ、送った方が良かったかも。今すごい持ってかれちゃって聞くってなっちゃった。くそ、イメージしてた当たりと全然違った。なんでだろう。今食い浅いわけないな、あんな持ってって。落とした瞬間にクッて。今日の中では一番油断してたな、今。食べ終わってしまって。
ポイッと投げたいとそういう時に行くんだよな。確かにな、集中してたら多分ベール戻して遅れたもんな。そのまま足だったんですよね、行かれた時に。そのままキュッて一回落ち着いてから合わせた方がよかったかも。ほんとそういう時に来るよ。今日はそういう時、そういう瞬間をなくそうと思ってやってたんですけど、暑くなってやっぱ集中力がだれてきて、でなんか食べた方がいいかなと思って今食べたんですよ。ちょうど集中できなくなってきて、くそ不意打ちだなやっぱり。まあ、しょうがない、あと4本釣ればいい。決勝は13時帰着と試合時間が短い。集中をリセットして有望なエリアを攻め続ける。なんでナマズなんだよ、人と思ったのに。え、なんか食ったんだけど、ギル持ってこなかった。ブンブンってきて送ろうと思ったら、うわ、スルーされた。マジか、逃げてんのかなあいつ。超でかいし、この今入れるとこミスった。超でかい、絶対1500あった。左に泳いでくるかと思ったら止まっちゃったんですよね。ちょっと先回りして投げちゃった。でもそこら辺に隠れると気がする。マジか、今入れるとこ完璧だったら食ったな、多分。ベビーボイルしてた。超でかかった。くそ、焦ったな。まだやりたいとこいっぱいあるのにな、今日は。時間が、そろそろ迫ってきた。あと30分。お、ボスだ。なんか逃げてった。なんかすげえ泳いでたんすよ。決勝戦終了。これ青木ゆいくん、
青木選手2本2170g、ナイスフィッシュ、大きな拍手をお願いします。さあ見てみましょう、藤田選手本日の1本ナイスフィッシュ886g、グッドコンディション、ナイス。はい、これからトレーナーウェインが開始されます。1本をウェイン、予選上位の選手はトレーラーウェイン。天才じゃん、天才じゃん、これでかい、でかい、でかい、あれでかい、やばい、あれ5キロいってんじゃん、やばい、やばい。え、待って、今泉選手が最終日にしてビッグウェイト、予選首位の江尻選手は、ユーマのターン。なんか偉いこと言えんさ、まだ。江尻選手がトップ50参戦初年度に初優勝を決めた。予選3日目は今泉選手がリミットメイクして驚異的なウエイトを持ち込んだ。藤田恭也は1本 886g で13位、トータルでは江尻選手がリードを守って逃げ切った。藤田恭也は10位入賞。しかしこの結果、年間 AOI ランキングは1位に浮上。次戦霞ヶ浦戦はアメリカの試合と被っているため欠場が悔やまれるが、最終戦に期待を残す。今回は暑かったっすね。水温が最初28度だったんですけど、32度まで上がって、32度ってバス大丈夫なのかなみたいな感じしますけど、まあ、全体的にはでも結構良かったと思うんですよ。今回の試合キャストもそれなりに決まってたと思うし、特に今日の最終日はキャストはすげえ決まってたし、アクションもいい感じで出してて、まあ、食いそうだったんですけど、もうバスが全然多分いなかったですね。そこに存在してなくて、まあ、釣れなかったっていう感じ。だ一番チャンスあったのはやっぱり初日の午前中だったんで、あの時にもっと早いペースでランガンするっていうか、もうちょっとなんかこうなんかできたかな。その初日はなんか時間が経つのがすごい早く感じたので、ちょっと集中できてなかったかなっていうのがあって、キャストも今日に比べたら決まってなかったんで、あの時に決まってたり、あとは食った魚とかもあんまり深いバイトじゃないっていうのが分かっていればなんとか対応できたと思うんで、まあ、そこがちょっと悔しいですけど、全体的には良かったかなと思います。あとは、まあ、同じエリアやってて上位に入ってる人結構いるんで、まあ、釣り方もそうですけど、その泳いできたバスとどれだけ巡り合えるかっていうところがあるんで、まあ、今回は全体的に持ってなかったなって、まあ、初日2日目もずっと言ってたと思うんですけど、あんまりラッキーがなかった感じがしたので、まあ、その中ではなんとか釣ったのかなっていう感じですね。あんまり悔しさとかないです。結構動きは最近の試合の中で良かったかなと思います。集中を切らさず、結果的に年間ランキングトップに躍り出た藤田恭也。よっしゃ、次戦欠場ながら最終戦ではどんな戦いを見せるのか。次回10月ヒマラコ戦、さあ最後も決めるぜ、恭也のターン。